ヒストリーゾーンに展示されているソフトベンダータケルブラザーミュージアムは愛知県名古屋市水北にあるブラザー工業の運営する展示施設である2005年3月にブラザーコミュニケーションスペースとしてオープンしたブラザー工業の展示施設館内はエントランスワークスタイル提案ゾーンコミュニケーションゾーンヒストリーテーマゾーンに分かれておりワークスタイル提案ゾーンでは プリンター、ファクシミリ、電子文具や通信カラオケなど、情報通信機器の展示が行われている。コミュニケーションゾーンには大画面スクリーンが設置されて、折会社案内の映像が流されているが、新製品の発表やプレゼンテーションなどにも利用される。このほか、ヒストリーテーマゾーンでは、過去の製品から最新の製品まで、メカ技術による多角化の時代、 メカトロニクスの時代、ネットワークコンテンツの時代、グローバルビジョン21達成に向けての各時代ごとに実物展示が行われているほか、企画展も行われている。2018年1月22日には名称の変更及び一部展示のリニューアルなどが行われた。ありがとうございます。